鹿児島のベルナルドは16世紀の日本人キリシタン、日本人初のヨーロッパ留学生であり、また、ローマ教皇とも対面した。鹿児島出身、イエズス会の記録にベルナルドという洗礼名のみ記録され、日本名は知られていない。1549年8月15日に日本に到来した宣教師のフランシスコザビエルは鹿児島で宣教を行ったが、 ベルナルドはザビエルが最初に洗礼を授けた日本人であった。以降2年間、ベルナルドはザビエルに同行して、その活動を支え続けた。1551年11月5日に、ザビエルが日本を離れると、他の4名の日本人の一人として帯同した、ジョアン・アントニオという青年。一行は、マラッカからコチンを経て、1552年2月に、ポルトガルの東洋における、 拠点都市ゴアにたどり着いた。同年4月、中国入国を目指すザビエルはベルナルドらと別れて、ゴアを出版。上田もこれに同行した。残ったベルナルドとマテオの二人は、ゴアで、イエズスカイ学校に学んだが、マテオは病死し、他の二人もその後の消息は不明となった。一人残されたベルナルドは、1553年3月に、ポルトガルに向けて、ゴアを出発し、 同年9月にリスボンに到着した。長い航海の疲れから、ベルナルドは病床に伏したが回復し、1554年2月からコインブラの修道院で暮らした。イエズス会員としての要請を受けることになった、ベルナルドの様子については、頂上からローマのイグナチオ・デロヨラのもとに、所管で報告されていたが、ベルナルドの強い信仰心と、 真摯な姿を聞いたロヨラはベルナルドをローマへ招いた。ローマ行きの指示を受けたベルナルドは、コインブラを経って1554年7月17日に、リスボンを出発、リクロスペインを抜け、バルセロナから船でイタリアに渡った。慣れない土地での長旅は、ベルナルドの体に負担を与え、ベルナルドは再び体調を崩した。シチリアからナポリを経由したベルナルドがようやくローマに、 到着したのは1555年1月の初めであった。ローマにおいてロヨラと対面しただけでなく、ローマ教皇パウルス4世への越見をも許された。なお、ローマにおいてロヨラは常にベルナルドの健康を気遣っていたという。1555年10月18日、ローマを離れたベルナルドはカイロスペインに向かい、そこから陸路を取って、 リスボンに戻ったのは1556年2月12日であった。再びコインブラにやってきたベルナルドはコインブラ大学などで学んでいたが、積年の疲労から再び床につき、そのまま衰弱して1557年3月の初めの始純説に死去した。東洋から来たベルナルドの深い信仰と清い生き方はヨーロッパのイエズス会員たちにその死に至るまで大きな感銘を与えた。 1999年にザビエル来日450周年を記念して、鹿児島に新しいザビエル像が建立されたが、ザビエルの隣に建てられたのが、ザビエルに愛された青年、ベルナルドの像であった。所在地、鹿児島市、ザビエル公園内、ルイス・ゴンサルベス・ダ・カマラ、イグナチオの日々を見た弟子の覚書、ホセ・ミゲルバラ役編、申請者、1997年。 ありがとうございます。